今日はトレーニングの日です。タンパク質も豊富で1日に必要な栄養素が全て取れるヴィーガンの1日の食事をお見せします。Hello, it's Misaki. Today I'm going to be showing you what I eat in a day for a workout day. ヴィーガン歴5年になりました、アメリカ在住の Misaki です。このチャンネルではヴィーガン栄養学や海外での菜食と健康についての研究などの情報をお届けしていますので、そんな情報が欲しい方はチャンネル登録とベルボタンのクリックをお願いいたします。今日はトレーニングに行く日なので、タンパク質も豊富で1日に必要な栄養素が全て取れるヴィーガンの食生活をお見せします。その前にまずはタンパク質についての研究をご紹介いたします。まず Recommended Daily Intake of Protein についてお話しします。 Recommended Daily Intake というのは1日に必要な摂取量です。プロテインは日本語でタンパク質ですね、それは 0.8g かける体重です。なので私はだいたい今 46.5 くらいなので、まあ、47として 47kg かける 0.8 をすると 37.6g になります。なので 36.7g 1日でタンパク質を取れていれば栄養面的に 100% になります。でこちらにも書いてあるのですが 50g per day for average sedentary man、普通の男性でデスクワークをしている方であれば 56g 取れていれば OK、 女性であれば 46g 取れていれば健康的には OK ということですね。ちなみにタンパク質と言いますとお肉とかお魚とかにしかあまり入っていないイメージがありますが、実はお野菜など全てのプラント製品に入っています。割合はお肉よりも少なくなりますが、どの植物性食材にも入っていますので、バランスよく毎日ヴィーガンの食事を食べていればタンパク質不足になるということはほとんどありえません。なので何にも考えずに食べていても基本的にはRecommended Daily Intake RDI の数値は必ずいきます。はい、そして次に食べたタンパク質がどれだけ実際に筋肉に変わるのかっていう研究があるので、こちらもご覧ください。このオレンジになっているところをちょっと読みますね。 Protein that would optimally stimulate MPS MPS っていうのは Muscle Protein Synthesis at intake of 0.4gper kilogram per meal. In our view, ingestion of protein beyond this dose would result in no further stimulation of MPS. どういうことかと言いますと、この研究によりますと 0.4kg かける体重かける3回の食事なので、私の場合は 56.4g 以上取っても筋肉はならないし、肝臓や腎臓の負担になってしまいます。例えばこの写真をご覧ください。彼はニーマイ・デルガードというヴィーガンボディービルダーです。彼は生まれた時からベジタリアンで、いつにヴィーガンになったかわからないんですけど、お肉は食べたことがない人なんですね。で彼は180パウンドあります。キログラムで言うと81キログラムで、彼の毎日のタンパク質の摂取量は 120g なんですね。でもこれはプロのヴィーガンボディビルダーでこうっていうことですね。なので私みたいな小さな人が彼よりも多いタンパク質を取ったってねということです。はい、それではまずは朝ごはんからどうぞ。おはようございます。朝の抹茶ラテできました。こんな感じです。はい、いただきます。 Always。 まだアンディ寝てるので小声でいきますが、今からこの抹茶ラテの材料をクロノメーターに入れて、どんな栄養が取れたか確認していきたいと思います。はい、じゃあ今画面に出てるかと思うんですが、抹茶ミルク、抹茶ラテの栄養素を見ていきたいと思います。入っているものは抹茶 2g、 豆乳が1カップです。86kcal、 脂肪が 45%、 プロテインが 37%、 炭水化物が 18% になってますね。ソイミルクなんでプロテインが多いです。これには B12 が入っているので 125% 取れてます。これでもう1日分は OK ですね。ビタミン K や B2 も結構入ってますね。カルシウムも 31% 入ってるんだ。結構入ってますね。でプロテインは 7.6g 入ってるみたいなんですけど、どのアミノ酸が入ってるかっていうのはパッケージには書いてないみたいですね。こんな感じで、まあ朝はこれだけなのでジムに行ってきようと思って、また行ったジムに行ってこようと思います。Okay, I just finished working out. Today was an arm day. Muscle coming?
A little bit. Okay, so let's see what I have for my lunch.朝ごはんはこんな感じの、スムージーボールを作ってきました。これはチョコレート味なんですけど、いろいろ入ってるので、ご説明します。まずバナナ1本、デーツが1つ、カカオパウダーが大さじ2杯、そしてターメリックが、小さじ1杯、ブラックペッパーが少し、それからケールが 60g、 ほうれん草が 60g、 ベリー、上に乗ってるこのベリーも中に入ってるんですけど、ベリーミックスがクランベリーズ、ブラックベリーズ、ブルーベリーズが入ってます。この3つはね、ベリーの中でトップ3で、栄養価が高いのでこれ入れてます。あとグリーンティーが少し入ってます。でフラックスシードが大さじ1入ってます。はい、それでは栄養価を見ていきましょう。カロリーは 431g、 プロテイン 14g、 結構入ってますよね。これお野菜だけで 14g ですよ。アーモンドミルクにはほとんど入ってないのでね。炭水化物が 55.8g、 あと脂質が 11.1g でした。こうバイタミンもほとんど、あ、バイタミン B5、 B3、 B5 はあんまりまだ取れてないけど、うん、この食事だけですごい、バイタミン K 700g、 700%、 バイタミン A 400%、 バイタミン C 136%、うん、で B1、 B2、 B6 もフォーレイトもいいですね。バイタミン E も pretty good と、そしてオメガ3177、ファイバーも96%、 もうこれで1日に必要な食物繊維取れちゃいますね。ミネラルもだいたいいいですね。セナニウムとソリウムがあんまり入ってなかったみたいなので、後で多分ナッツとか食べようかなと思います。でプロテインも、うん、ちょうどいい感じですね。という感じで、まあ、毎食こう見ながら、あと今日は何食べようかなっていう感じで考えて食べたりするのが好きです。はい、というわけでじゃあこれをいただいて次のご飯の様子をどうぞ。ちょっとお腹が空いたので、とアボカド納豆ご飯と、あとお味噌汁を作ってきました。わかめ for iodine、 要素がたっぷりのわかめと、あとお豆腐です。豆腐と納豆でね、タンパク質は結構高いと思います。エネルギーは516キロカロリーで、プロテインが29、すごい。とタンパク質が 29g、 炭水化物が 48g、 脂質が 21g。 今日全体で食べたのは、今のところ1000キロカロリー食べてまして、え、それだけなんだ。え、1000キロカロリーぐらい食べてて、あとちょっと取れてないのはどれかな。B3, B5 here. バイタミン D、 あ、これはまあサプリで取ってますけど、バイタミン E、 あら、そう、 B と、セレニウム、ソディウム、ジンク、それくらいですかね。このプロテインのゴールはあんまり関係ないです。これはマクロを管理してる人が気にしてるところなので、このここは私はあんまり気にしてないです。はい、ということでプロテインはあともうほんとちょっとだけ。はい、じゃあいただきます。はい、ちょっとお茶碗が割れてますけれど、フライドライス、何？チャーハンを食べようと思います。ちょっとお腹すきました。お茶碗もですね、あんまりアメリカに売っていなくて、なんか結構前に買ったんですけど、なんかチープだったので結構割れちゃいました。でもまだ使ってます。はい、ということでじゃあ栄養素を見ていきましょう。これご飯だけなので175キロカロリー、タンパク質が 10g、炭水化物が 18.8g、 脂質が 6.5g。 アメリカンアジアン風の味にしました。バイタミン、まあそこそこ、バイタミン C が 37%、 バイタミン K 38%、 ミネラルも入ってます。お、マンガニーズがたくさん入ってますね。マンガニーズ、日本語は何でしょうか、勉強します。はい、プロテインも結構入ってますね。というわけでじゃあここまで今日のこの時点でどれぐらい栄養素取れてるかちょっと見てみます。気になるので、私は一応1985キロカロリー消費したようで、1208キロカロリーとりあえず食べたので、あと777キロカロリーも残っているということは、結構大きな夜ご飯が食べれるかな。今の時点でプロテインが 60g なので全然足りてますね。もうこれで問題ないというか、はい、トレーニングしててもこれぐらいでいいと思います。まだもうちょっと増えると思いますが、ここの Highlighted Nutrients っていうのは私がいつも注目している栄養素で、割と取りにくい方のバイタミンとかを入れてます。
今の時点ではバイタミン E が少し少ないかな、バイタミン B3 ナイアシンが少し少ないかな、あとはまあこの辺はいいでしょうっていうくらいですかね。ファイバー 39.6g、 アメリカ人の平均の1日のファイバー食物繊維摂取量は 15g なので倍以上食べてますね。バイタミン D はサプリですね。セレニウム、ソリウム、ゼンクがちょっともうちょっと足りないかな。プロテインはもうほぼ OK ですね。いいんじゃないですか。このまま普通に食べていけば今日も 100% いきそうですね。プラスタンパク質も多めに取れるんじゃないですか。はい、よし、じゃあこれいただいてからちょっとこの後作り置きの料理をしようかなと思ってます。じゃあ今ちょっとアンディがリハーサルでいないのでネットフリックスを見ながらちょっとご飯食べます。さっきまで What the health? 健康って何っていうのを見てたんですけど、皆さん見てみてください。健康と菜食がどういう風に関連されているかっていうのがね、結構ショッキングな感じでドキュメンタリーになってるのでぜひ見てみてください。ゲームチェンジャーもおすすめです。これからちょっとカウスピラシー見てみようかなと思ってます。お、始まっちゃった。はい、それではバイバイ。じゃあ次のご飯でお会いしましょう。ネットフリックスを見てて全然集中できなかったので、おやつ、夕飯の続きを作ってきました。これはイゼキュールブレッドっていう全粒粉、レンズ豆とかひよこ豆から作られているパンで2枚焼いてきました。それにピーナッツバターを2テーブルスプーン、大さじ2、バナナ1本分、あとアーモンドちょっと乗せました。あと飲み物にアーモンドミルクを飲みます。ということで夜ご飯の中身見てみましょう。さっきのチャーハンは抜かしてこれだけで見ていきます。カロリー481kcalっていうのはピーナッツバター大さじ2も使ってるのでこんなカロリーになりました。プロテインが 19g、タンパク質が53、脂質が 20g ですね。ザザッとじゃあ見ていって、お、 B6 がこんなに入ってるんだ。お、バナナで 33% も取れるんですね。OK。そしてあ、すごい、マグニーズがすごい、このパン2枚だけで 89%。 パンにもね、いろいろありますから、白いパンとかだったら全然こうはならないと思います。探せる限り一番健康にいいタイプのパンだと思います。1枚にタンパク質 5g も入ってるんですよ。すごいですよね。今日ここまでで食べたご飯でいくらいってるか見てみましょう。今の時点で 2000kcal 消費しているけれども 1689kcal しか食べていない。ちょっと私トレーニングしているのであんまり摂取カロリーが低くならないようにしてるんですよね。あんま体重を動かさないようにしようとしてて、ということは今日またもうちょっと食べた方がいいかもしれないな。まあでもちょっと食べるかどうかわからないので今までのところで 100% 取れてるか見てみましょうか。はい、 OK。 プロテインが 80g、 うわお。あんま取りすぎてもね、肝臓とかにも良くないのでちょっと気をつけないとなって思いますけど、ビーガンでタンパク質取りすぎるってすごくないですか。あー、すごい、ハイライトニュートリエンツ、これ全部が、これ私がいつもチェックしている栄養素なんです。これ全部 100% 超えてます。やったー。 OK。 そしてカーブス、ファイバー 50g、 Oh my gosh、 That's awesome。 OK、 バイタミンズ、はい、バイタミン D はサプリで取ってますので、何回も言ってるけどバイタミン D は日光からもらうものなので、はい、サプリで取っています。はい、そしてミネラルも OK。 アイオダインはね、クロノメーターっていうこの栄養管理アプリなんですけど、これアイオダイン の情報が少ないというかあんまりないので 0% になっちゃうんですけど、多分今日食べたわかめで大丈夫だったと思います。そしてまあファット、オメガ 3g か、もうちょっとここは取ればよかったかなと思います。このオメガ 3 and 6 ratio is important but it's not the best today but that's alright I guess。OK、 そしてプロテイン、はい、 100% 取れてますね、全部。あ、 OK、 全部取れてるということはもうなんか何食べても OK っていう感じですね。あ、やった、全部取れた、わーい。なんかゲームみたいで面白いんですよね、これ。勉強にもなりますし。ということで Chronometer if you'd like I would recommend it。 じゃあこれいただきます。もしこの後何か食べることがあったらまたお会いしましょう。あ、もう一つお見せしてわかると思うんですけど、プラントベースでヴィーガンでご飯食べると基本的にはカロリーが少ないので、食べることが大好きな人にはおすすめです。何回も食べれるから。
はい、ということで、はい、じゃあいただきます。バイ。こんにちは。はい今日は作り置きをする日だったんですけど、作り置きが終わったので、こんな風にちょっとメニューを書きながら、ピーチとグレープを食べちゃいました。この最近アンディがちょっとお仕事で毎日外に出るようになったので、朝ごはんとお昼とスナック何がいいって朝に決めて、夜かなに決めて、これとこれとこれっていう風に選んでもらって、それを詰めて持って行ってもらうっていう形にしてます。たくさん作っておいて半分は冷凍して半分は今週食べるとかにすると、解凍した時とか楽ですし、なんかちゃんとしたご飯がお家にいつでもあると、もうご飯今日ないから外食べに行こうっていう風にならないし、で自分でどんなスパイスとかコントロールできるので、変なものが入ってないのはいいかなと思います。 Convenience is really really important when it comes to healthy eating. I think when you don't have healthy food around you, I would tend to like grab something funny, like maybe I would munch on chocolate all day long. Oh, I'm so bad with chocolate. I get addicted. So to avoid that, I make these kind of food recently on Sundays and stock them up in the fridge. Anyways, while I was writing this, I ate some grapes and peach. So let's check what's in there. はい、じゃあピーチとグレープ。 I've already hit 100% of RDI today, but はい、 100% の栄養価はもう今日取れてるんですけど、一応トレーニングしてるので、あんまりカロリーが痩せようとはしてないので、もうちょっと食べようと思ってフルーツとか食べました。はい、449 calorie なんですが、食物繊維がたくさんあるので結構お腹いっぱいですね。ヴィーガン食生活は本当に食物繊維がたくさんあるのでお腹いっぱいになるし、それでもカロリーも低いし、もうね、ダイエットする人はもうこれでいいと思う私もヴィーガンになってからグッとだいぶ体重落ちたのでおすすめです。はい、そして mostly made up with carbs。ちょっと眠くてあんま言葉が出てきません。Alright, anything in particular? Vitamin A is good, vitamin K looks good. Interesting, copper. はい、ここまでで。多分、I don't think I'm gonna eat anymore tonight. I don't know. I'm pretty sleepy, but Andy hasn't came home yet. So when he comes home, I don't know. We may. We'll see. じゃあ、朝ごはんからずらっと見まして、どれだけ取ったか。まあ、1800カロリー取ってますね。216カロリー残ってる。まあ、いっか。もうこれ以上食べないよ。はい、Highlighted Nutrients。見て、これ、all of the 100%。強いて言うとすれば、やっぱオメガ3とオメガ6のレシオですかね。ここがもうちょっと良ければ良かったなと思いますけど。まあまあ、これ1日分だけなので、まあ1週間で大体いいように取れてればいいんじゃないでしょうか。プロテインも、フルーツに 2.4g 入ってたのかな。今日のプロテイン、タンパク質摂取量は 82.4g です。でした。もうこれでね、ヴィーガンはどこからプロテイン取ってるの、どこからタンパク質取ってるのっていう質問がもう来なくなるといいなみんな知ってください。タンパク質はどこにでも入っているんだ。まあどこにでもじゃないけど、ほとんどいろんなところに入ってるから、タンパク質よりもビタミン、ミネラルを気にした方がいいですよ。お肉やお魚、コレステロールが入っていたり、サチュレーティッドファット、飽和脂肪酸が入っていたり、なんかいろいろね、インジェクション、注射とか、なんかいろいろな、ね、お薬とか与えられてたりするので、それにお肉をね、綺麗なお肉だって食べたとしても体の中で炎症が起こってしまうっていうことはね、研究とかでいろいろ証明されているので、うん、そういう食品を避けて、Whole food plant-based diet で体も心も元気になりましょう。はい、もうちょっと眠いので寝ます。 Thank you so much. おやすみなさいいかがでしたでしょうか。ヴィーガンであってもタンパク質は豊富に取れますし、栄養もバッチリ取れます。ではこの動画が面白かったと思ったらグッドボタンをお願いいたします。このチャンネルではヴィーガン栄養学や海外での菜食と健康についての研究についての情報をお伝えしておりますので、そんな情報が欲しい方はチャンネル登録とベルボタンのクリックをお願いいたします。何かヴィーガンについての質問や動画に関しての感想がございましたら、ぜひコメント欄でお話ししましょう。こんな動画を作ってほしいよなどのご意見もお待ちしております。素敵な一日になりますように。Thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next video. Have a happy day. Bye.